じゃあ行きますか。またこの辺ボートで操縦してたら未確認地点が現れそうだけど、ちょっと霧がかってる。何？あれ？待って、フィルターがねえぜ。フィルター作ってこよう。そうか、これはやばい方の霧か。でも後ろが見えねえ。はい、作業台行ってこよう。とりあえず作れるだけフィルターを作ってきた。ガスマスクをする以上どんどんフィルター残量が減っていくから、グズグズしてられないな。ゆっくり探索したかったけど、何もなさそう。おや？はてな。うわ、これ相当空気汚いな。進路的にここを通り抜けないと先に進めないな。おっと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 。うわ、ああこれ船のまま進んでもいいんだ別に。これ船で進んだ方がいい気がしてきた。船で行こうかな。うん、あれ詰まってないよね。詰まってないよね。よし、スタックだけは勘弁してくれ。ちょ、あ、何これ、花から船でこの先行けない、この瓦礫のせいで。じゃあしゃあない。それともマジでスタックしてるのかもしんないし。これは一つずつ撃っていくか。なんだ？うわー、出た、見たことあるやつ。危ない。拾えなかったけど、どんどん先に進んじゃおう。フィルターがもったいない。こっちは何もない、何もない。頭上にいるこのうねうねも収納させて、うわ、上にいてもあいつ撃ってくるな。やめろ、危ない。おや、分解、掘り出し物だ、ストックだ。おっと、レバー、レバー、これか、バルブ。ああ、これで、あ、こんなところにもあった。お、燃えろ、草だわ、燃えちまえ。あはは、なるほど、道理で先に進めないわけだ。これで進めると、これどんなに頑張っても足首くじくから、船の近くの方に、あ、無茶よそうな。よし、
これで先に進めると、いやライトつけてもめっちゃ視界がぼやけんな。うわー、先が見えん。あ、なんだこれ、道が分岐してるぞ。違う、これ探索するにせよだ、防護服を先に手に入れた方がいい気がしてきた。左行ってみよう。なんだ、なんか見つけちゃった。あー、まあ防護服をもちろん最優先に見つけた方がいいけど、こんだけ防護服、こんだけフィルターを強いられるなら作業台もどっかにあるでしょう。フィルターも落ちてるはず。ちょっと上陸しようか。そうだ、地雷があるかもなんだ。あ、これじゃない。こいつはいい。人間ど、ん？クリム、連中が戻ってくるとき、沼の出口で捕らえるつもりだった。なんとか忍び寄ると、奴らはすでにキャンプを設営していた。だがエビが跳ねたせいで、俺たちが隠れているのがバレたんだ。奴らの攻撃で仲間を二人やられちまった。こっちは奴らの一人を仕留めた。連中を生かしておきたいのはわかるが、あんたが言ってたような腰抜けどもじゃない。俺の仲間を殺しやがったんだ。生き残った奴は逃げたが、少し遠出してすぐに捕まえてみせる。肩がついたら報告する。なんでクリム、なんで悪党がクリムに対して話しているテープがあるんだ。地雷はなさそうだな。そろそろフィルターの交換だ。おえー、回避。あ、ちょっと明るくなった。フィルター交換、残り4分か。あら、よし。これひょっとして、あーはーはー、なるほど。上の方は汚染されてないんだ。下に汚染されている空気が溜まってるんだ。あ、エド、あんたの仲間の痕跡があった。沼地でクリムの手下に襲われていたぞ。わかった、頼む、探し続けてくれ。やってみるよ。通信終了。なるほど、こんな感じか。大容量マガジン臭い。こいつはお宝だな。こいつはお宝だ。で、下るとやっぱりガスマスクが必要になるんだ。トロフィーゲットした。うわー、やだ、ここは歩かされるの。おっと、危ねえ。セーフ。何も持ってない。上の方を歩きたいな。死体まみれだ。この辺ひょっとしたらまだクリムの手下がいるかもしんないんだな。いる気配ないけど。甲殻類に投げナイフって通じんのかな。そうだ、今セミオートモジュールになってんのすっかり忘れた。あ、しかも投げナイフでキルを取れてないから一本吸い込まれちゃった。
やい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 や。あ。おっと。いて。モンスター相手に当て身したってしゃあないよな。うわ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 。江戸の二人目の友人か。副官を探そう。え、これ見てわかるの？格好はそれらしいけど。お、この辺は大丈夫だ。これもエドの隠れ家にありそうな即席のチェアだけど、ハーモニカ。あ、いくつかメロディー。あ、はあ、なるほど。フィールドでゲットしてたあの楽譜は、ハーモニカの楽譜か。はしごはないのか。怖え。これ今どの辺なんだろう。なるほど。ほい。ちょっと危ねえ。エドワルド、何もかも失ったよ。燃料棒はあんたが行ったところにあったが、悪党が沼地で待ち伏せていたんだ。奴らはバンカーのことを知らない。俺たちを殺す気はないようだ。俺たちは抵抗した。ボローディアは死んだ。俺とアレックスは撃たれたが、浮遊物に隠れて後退した。アレックスが下がると爆発音が聞こえてきたんだ。なんとかして残りの奴らをミュータントの巣穴に誘い込んで足止めし続けてる。仕留め損ねた奴らはミュータントの餌食になっただろう。できることは全てやった。あとはあんたに任せる。アバよ、キャプテン。幸運を。エド、あんたの同志はなくなってた。副官の音声ログがあったが、燃料棒のありかはあんたの記憶通りだ。任務に命を捧げたんだ。安らかに眠れよ、兄弟。ありがとう、サム。当初の計画通りに動いてくれ。わしも準備はできてる。了解だ、エド。手はず通りだな。カルマが上がったのかな、ひょっとして。カルマといえばだ、すっかり忘れていたんだけど、これまたしても江戸の拠点のトラップ設置し直してね。過去の動画を編集していたらいかにもね、設置し直すことができる場所がね、いくつもあったね。あれ、これ飾りのジップラインなわけないよね。使えるよね。あれ、あ、使える。よし。ああ、なんだ。船のところまでは戻してくれてる。そして作業台はなかった。どっか安全なところに行かないと。OK、先行こう。消防署までがちょっと遠いんだよな。あー、作業台なさそうだしな。そんな遠くもないか。おっと。あ、待って、ハテナがもう一個増えてる。右だ。
今エンジン全開だけど、あーなんか敵いそう。あ、いねえか。なんかここはいい人がいそう、そんな気がする。え、敵なの？マジかよ。もっと用意しとこう。ちょっとフィルターがやばいな。上に登れる。ちょっと、とにかく上の方を目指したいんだけど。あ、なんだこれ。今それはいらん。こいつはいいもんが見つかった。それだけか。あー、作業台かなんかどっかになかったか。日記、最後まで会話を聞けずにぶっ殺してしまった。で、ここはマスクなしでもまだ行ける場所なんだが、作業台がなかった。で、残りフィルター残量はあと数秒、ほんの数秒。どうしましょう。あ、ここ汚染されてないんじゃね。残り6秒、セーフ。なんとかセーフだ。さてさて、反応はあるな。誰もいない。でも、おっと、多分どっかに発電機があるんだろうけど、偶然にも、あ、ここにあった。先に燃料を見つけてしまった。よし、作業台あった。日記もあった。護衛の日記。さ、フィルター今後使うかな。悪くない。汚染されてんの、このマップ下の左側の海一体だけな気もするけど、まあ予備で作っとくか。で、アタッチメントも手に入ったからつけよう。あ、武器がいかれとる。スナイパーストックかヘビーストック、ヘビーストックにしてみよう。6倍スコープつけてみるか。でもサプレッサーないもんな。なら別にリフレックスでいいや。ハンドガンはサプレッサーつけといて、
スナイパーもサプレッサーつけておいてよし。ガスマスク修理。弾もまだある。フィルター作っとこう。あ、全然作れない。よし。で、まだハテナが消えとらん。